時報。時報は、時刻、標準時を知らせるための合図。時計の普及していない地域では、標準時を広く周知するという意味を持つ。また、時計の普及している地域でも正しい標準時を知らせるという点で重要な意味を持つ。中世ヨーロッパの都市においては、時計塔を設け、機械時計により、自動的に鐘を鳴らすことで時報とするものが現れた。 19世紀にはグリニッチ天文台でグリニッチ平均時に合わされたクロノメーター、時計を持って天文台職員が行き来することで時報が送られた。このグリニッチ平均時の時報はロンドン市内にとどまらず1847年からまず鉄道で、ついで郵便局で各地の時報時に代わって用いられるようになった。本格的な時報は イギリスのグリニッジ天問題2833年に初めて設置された法事球、タームボール、またはタイムボールに始まる。法事玉は法事省の頂部に設置された垂直なポールに貫通された球体である。グリニッジ天問題では午後1時にロンドンを出港する船舶向けに赤い木製の球体を落下させて、時報とした。 これは金や太鼓よりも広範囲に時を知らせることができよというよりも時間差が少ないという長所がある。電信による時報が実用化された1852年にはグリニッから制御される法時給がストランドに設置された。しかし技術的な問題から正確な時刻を知らせることができず間もなく使われなくなった。グリニッに制御される法時給が 実用的になったのは1856年からである。1862年にはイギリスで、時報用の合図に大砲が使用されるようになった。1852年には電信を使った時報から、グリニッ天文台から鉄道会社に送られるようになった。はじめにサウスイースタン鉄道向けに実用化され、グリニッ天文台からの時報が各駅に送られた。 まもなく、他の鉄道会社、郵便局、天文台、法事旧、法事法、時計メーカー、時計宝飾店などに送られるようになり、多くの時計が自動、または手動で制御された。1862年には完成直後のビッグベンも、クリニジからの時報を受けるようになった。時報は、毎時礼分に発せられたが、10時と13時が主である。 プリニッジからは専用線が用意されたが、市外へは一般の通信線を使ったため、時報の前後に3分間は通常の電信が停止された。イギリスでは123番で時報が提供されており、と呼ばれる。日本では671年に天智天皇が牢獄と呼ばれる水時計を使用し、金や太鼓で正確な時刻を知らせたのが始まりとされる。その後、 律令制での中塚社称に属する音明寮が時国の管理を行った。寺院が出現すると定時に鐘が鳴らされるようになった。江戸時代には各地に寺称制度があり、庶民に定着していた寺の鐘。江戸では本国町の鐘の音が聞こえたら周囲の寺社等が鳴らし、それを聞いたさらに周囲の寺社が鳴らすという寺法システシが構えされていた。年代には、 江戸和歌山松坂、小倉高松などに自称の制度があった江戸時代の城下町においては城における太鼓のほか民間でも町人が金を使用して知らせていた宝珠法は空砲の音による時報である宝珠球同様電信による時報が実用化されるとそれに制御されるようになった日本では1871年に 正午の時報に大砲が使用されるようになった。十二時、正午に鳴らされる、法時法を誤報と呼ぶ。正午を、ヒルドンというのはここから来ている、という説もある。1902年には、法時級、タームボール、タイムボールによる時報が主要校で行われるようになった。日本の主要な港湾には、船舶のために法事省が設備され、これによって法時された。 日曜日、祭日を除く毎日、11時55分に法事級が法事省の横桁に引き上げられ、12時、正午に東京天文台から直通電流が断たれるとこれが落下する。この落下の瞬間が正午である。誤った時刻に落下した時は、万国船舶信号機 W が掲げられ、13時に再び繰り返される。故障で法事信号を発せられなかった場合は、 信法事省が設備されたのは横浜、神戸、文字、大阪、長崎であったが長崎は独立観測によって法事された。法事省による法事も行われた。長崎港には法事省の近くに法事省の設備もあった。20時55分になると三角形の緑棟3個に転示られ約2分間明滅した後不動転倒として 21時に消灯される。ただし、不動転灯中の予備信号として、20時58分及び同59分に瞬時消灯される。もし法事に誤りがあれば、21時10秒から30秒間、明滅し、その旨知らせ、さらに21時30分に同様の信号を行う。故障によって法事することができない場合は、点灯されない。 日本で電信による時報が始まったのは1888年である。日本の郵便局では日曜日、祭日を除く毎日11時57分になると全国の一、二当局及び特定三当局に通じる電信線は通信が中止され東京市の中央電信局の自動報じ機に接続され各郵便局の電令が鳴り始め12時正午に 東京天文台で自動放置機に通じる電流が立たれると電令が鳴り終わる。この瞬間が正午であり、郵便局の電信係に行けばこの電令を聞くことができた。日本の鉄道では東京天文台から東京中央電信局内電信試験係経由で鉄道省東京通信所に通じて十一時五十七分になると全国の商船の各駅に通じる電線は 直通、または中継で、鉄道省東京通信所につなげられた。この時各駅の電令が鳴り始め、正午に東京天文台で電流が立たれると電令が鳴りやむ。台湾では、内地とは別に、台北速報所で時の観測が行われ、ここから、全島の郵便局及び停車場に放置された。1912年からは、長子無線局から電波による時報が開始された。 東京天文台では、調子電子無線局経由で、無線電信によって放事が行われ、毎日、11時及び21時に同局及び、船橋無線電報局から放送売れた。それぞれその5分前に直通電線によって、東京天文台と無線電信局の放事用時計が連絡制御され、自動的に放事が行われた。放事の形式は、学用式及び一般用がある。 理科年表の付録。さらに正確な法事が必要な場合は、毎月15日の漢方及び翌月の天文月報に掲載される、正語表で補正する。1927年には、定心省が千葉県のケミガー送信所から電波を利用した時報を開始し、この送信所は後に、ジャジーとなった。サイレンによる法事は、 東京では1929年5月1日から行われた。東京市教育局社会教育課が司り、毎日天文台から正確な時の通報を受けて時計を正し、これによって全市のサイレンが制御された。サイレンは1分間鳴り響き、鳴り終わった瞬間が正午であった。NTT、東日本、西日本では、 電話サービスの一つとして117番にて24時間現在の時刻をリアルタイムで提供している。有料で全国どこからでも市内通話料金である。1955年1月開始の天気予報サービス、現在の177番に続き、時の記念日である6月10日に東京232番、利用時間午前6時午後10時で、 試験的にサービス開始。9月1日には、横浜1178番。10月1日には、大阪1178番。11月3日には、名古屋511番。12月1日には、京都、神戸1178番で、順次サービスを開始。1957年1月1日からは正式なサービスとして展開され。 1964年3月から全国で117番に統一された。なお通話は6から12分で自動切断されるようになっており、つなぎっぱなしにすることはできない。また時刻はテレホンジャジーで構成されている。日本電信電話公社でのサービス開始当初の声は日本放送アナウンサー新壁、シズのアナウンス例、ただいまから時分秒。 ちょうどお知らせします。1991年、平成3年3月15日の正午以降は、ナレーターの中村恵子、アナウンス例、午前、午後時分秒、ちょうどお知らせしますが担当している。毎秒、秒音、ピ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 が流れ、10秒ごとに秒音と同時に、時報音が流れている。30秒と毎成分の際には、3秒前から、 病音と予報音が流れる。そして、午後12時ちょうどを迎える際には唯一、午後0時ちょうどをお知らせしますとはアナウンスされず、正午をお知らせしますとアナウンスされる。また、日付が変わる際は、特に日になりますなどはなく、ただ単に午前0時ちょうどをお知らせしますと流れるだけである。これは年をまたぐ1月1日を迎える際も同様である。 NTT 中継回線テレビではフィラーとして映像に NTT 担当するテレビジョン中継センターの名称が入ると書かれたテストパターン音声に電話の時報を使用しているためテレビ局 NTT コミュニケーションズが中継回線の切り替えを間違えたりご切断をした際に見聞きすることがあるまたかつては北海道の民放各局の札幌地区以外の 地域では中継局の設備の都合で放送休止時間に入っても中継回線を切断していなかったため放送休止時間帯にフィラーの音声になっている時を聞くことができた民放各局が NTT に代わり北海道総合通信網の中継回線を使用することで北海道内全域で昼夜放送を行うようになって放送休止中でも NTT 中継回線のテストパターンは流れがな,なり、その後同内テレビ中継回線のデジタル、方式完全移行に伴い一切視聴できなくなった。ダイヤル番号は各国ごとに異なるほか、日本でも1955年のサービス開始時から1964年2月までは地域ごとに異なっていた。 アナログ方式の電話交換機がまだ多数使われていた1970年代、1980年代、当時の交換機は、ローアが発生しやすく、同時に、地方へ電話をかけてきた人と会話ができるという、現象が、稀に発生した。まだインターネットや、ツーショットダイヤルが普及していなかった時代に、見ず知らずの人との会話を楽しめる、この現象は、 当時の中高生の間で芝叩く間に知れ渡り、深夜になると、親の目を盗んで時報に電話をかける若者が続出した。交換機回収、デジタル交換機への更新等が進んだことにより、現在は、老和が起こることがなくなっている。1999年6月10日より、福島県田村市、川内村境にある大高戸や、 山標準電波送信所及び佐賀県佐賀市福岡県糸島市境の鋼山標準電波送信所より独立行政法人情報通信研究機構が電波による法である標準電波を発しているコールサインはジャージー。なお、それ以前は1 9四十年一月三十日にアメリカ合衆国の WWV に続く世界で二番目に開設された 標準電波局として、千葉市花見川区ケミ川から短波による標準電波放送が行われていた開局当初は、周波標準としての役割だけで、1948年8月1日から正式に放置が開始された。その後、東京都小金井市への移転を経て末期には、茨城県佐島郡三和町、現、小賀市の NTT 名、 先送信書から発信を行ってたが、短波対標準電波から超波対への移行に伴う、上記の2送信書の正式運用開始に伴い、2001年3月31日正午、限りで廃止された。アナログモデムと、NTT 東日本、西日本の電話回線及び光電話回線を使った、テレフォンジャジーというサービスもある。地方自治体などで域内に市町村。 防災行政無線による広報システムが構築されている自治体では、こうした災害無線で時報を行う自治体もある。主に特定の時間、例えば朝、正午、夕方など、に、音楽、群馬県高崎市新町、長崎県伊奇市足部町地域、福岡県笹栗町、糸島市二条地域などやサイレン、福岡県か谷町など、 屋外スピーカーか鳴らして、時報を流す。時刻を伝える目的のみで使用すると、防災行政無線の目的外使用になる恐れがある。ため、設備が正常に作動しているかを確認するための、試験放送という名目で行われている。全国的に、平日休日問わず16時から18時、自治体や季節によって異なるの間に各市町村で、防災無線を使って、家事、 夕焼け小焼け、赤とんぼ、故郷などを流す自治体、児童の帰宅を促す放送をする自治体が多い。季節によって曲や流す時間を変える自治体もある。また、静岡県浜松市天竜区の一部地域では、夏休みシーズンと年末年始のみ21時に故郷を流して児童の就寝を促している。また、 選挙の投票日には投票所の開場時刻の7時と閉鎖時刻の20時、地域によっては閉鎖時刻の1時間前にサイレンを追命している自治体もある。かつてはラジオ放送とアナログテレビ放送の両方で時報の放送が行われていたが、地上デジタルテレビジョン放送開始に伴い、各支遅延が生じるため、現在はラジオのみで時報が発せられている。 一方で、地上デジタルテレビジョン放送では、とっと、タイムオフセットテーブルと呼ばれる時刻情報が、各局の放送電波に含まれており、テレビやレコーダーの自動時計合わせなどに利用されている。NHK の時報は、正時の3秒前から 440Hz の予報音を3回、正時に 880Hz の消報音を1回、正時の3秒後に、 消耗終了という構成になっている。時報前の無音部分は、地上アナログ放送では1000ミリ秒だったが、AM、FM ラジオ放送では、無音部分がないことも珍しくはない。予報音は、一定音量の 440Hz の制限波を100ミリ秒、発信させ、その後900ミリ秒の無音を置く。これを1セットとして、長時の3秒前から3回繰り返している。 消耗音は 880Hz の制限波を発信させ1000ミリ秒間ほぼ一定の音量に保ち、次の2000ミリ秒で直線的に減衰させている。2004年3月25日まで総合テレビで、時報音が流れ、教育テレビ、E テレでもアナログ放送終了前日の2011年7月23日まで、岩手県、宮城県、 福島県では2012年3月31日まで流れていたが、アナログテレビ放送終了に伴いテレビでの時報音は事実上消滅し、現在はラジオ第一、第二 f m 放送、国際放送、NHK ワールドラジオ日本のラジオ放送、ン波、衛星によるデジタルラジオと、衛星デジタルラジオは遅延時間の修正なしでそのまま送り出されるため、 1> 約1秒のタイムラグが発生するのみに流れている、ラジオ第 1FM 放送で午前1時に終了する場合は、東京を除き時報が流れな。また、時報が流れる時間帯にまたがって、緊急地震速報が出された場合は、NHK ワールドラジオ日本の日本語放送を含めたすべての放送波で、時報は流れない。ただし、ラジオ第一ラジオ第二 f m の三波を、 同時配信している NHK ネットラジオラジルラジルでは数秒のタイムラグが生じているため全ての時間帯において時報はカットフィルタでされて流れない実際はわずかにカチカチという音が残っているデジタル放送以前は BS デジタルアナログ放送のほか2003年12月からの2年4ヶ月間は地上デジタル放送でも独自時報を流していた 1925年3月に社団法人東京放送局として日本初のラジオ放送を開始した当初は低新章調子無線電信局の法事信号を使って構成した振り子時計を局内の標準時計としこの標準時計で構成した機械式ストップウォッチスイスの論人社製を見ながらアナウンサーが口頭でカウントダウンをして時刻を伝えていた 7月に仮放送所から、あたごさんの局舎、現、NHK 放送博物館に移転してからは、正午、または午後9時30分に、アナウンサーのカウントダウンとともに、正時に中ブラベル、移転前後の7月13日から16日の4日間は、ドラを、使用を1回鳴らしていた。しかし当時は、時計の精度や、運用方法などが原因で1から2秒程度の誤差が、 生じることも多く、時には5秒もの大きな誤差が生じることもあった。そこで、東京中央放送局の技師加藤倉吉は、正確な放事のために3年を費やして、自動時報装置の研究、開発を行い、1933年1月1日から、自動時報装置を使った時報の放送を開始した。この自動時報装置の時報は毎日、 正午及び午後9時30分に放送された。正午の時報は午前11時に、東京無線電信小船橋無線電信局発信の時報を受けて、東京中央放送局内の標準時計が正され、これによって3分前の午前11時57分に、法事用時計が始動する。時報の放送は午前十一時十九分から、始まり、午前十一時十九分二十秒から、 電信用サウンダー、リレーによるカチカチという秒音が1秒ごとに発信され、同30秒、同40秒、同50秒には電気ピアノによる A 音、振動数 220Hz 及び 110Hz の2音が同時に用いられるが、それぞれ3回、2回、1回自動的に発せられ、正時には A 音、振動数 440Hz が1回発せられ、 誤差は0.03秒程度であった。午後9時30分の報時は午後9時に標準時計が正される他は正午の場合と同じである。なお午後9時30分の時報は当時のラジオ第一放送の夜の放送終了時刻であり、この時報を鳴らした後、以上で本日の放送は全部終わりました。どなた様もご機嫌よくお休みくださいませ。さようならとのアナウンスを流した。 NHK 東京放送会館2.5は放送時間が30秒前からに短縮され、音源も電気ピアノから音発新機に変更され、地方専用のスタジオからの放送ではなくなった。さらに1945年12月1日からは毎時放送されるようになり、1950年には放送時間が3秒前からになり、 440Hz の予報音を3回 880Hz の小報音を1回という現在の形に変わった。小報音のみで生じを知らせるポーンの形ものもあれば、予報音を併用して数秒前から知らせるものもある。予報音の回数は3点時報の場合は、生じの3秒前から3回プ、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 ポーンの形、2点時報の場合は、 生時の二秒前から二回、ププ,プポーの形鳴らされる。予報音が特徴的なものとしては、日本放送と秋田放送ラジオの歯時計をイメージした、ピッポ、ピッポ、ピッポや文化放送静岡放送、過去インターフムラウェフム FM ノースウェイブのように、独自に制作されたメロディのもの、TBS ラジオのように二点字法に、独自メロディが重なるもの、ラジオ日本 STB ラジオの、 チューブラーベルの音がある。AFN では、稀に電話のプシュトーン様の音が、正時のタイミングのみに発出されることがある。また、STB ラジオは、札幌度経済の鐘の音の生放送を時報に使用することもある。ABC ラジオは商法のみであるが、独特の低い音が鳴る。山口放送では、正時前は、鐘の音、商法は、電子音を使用している。 FM ポートでは、正時20秒前から、予報音の代わりに、フリー音源を流し、7秒前になると外国人の男性のアナウンスが入った後、時報を流す。例、13時の場合、FM ポートザタイムナウィズ 1PM。ラジオの時報では、正時の喪失前にスポンサーをつけている放送局も、ある、ラジオ時報 CM。 スポンサー名が字をお知らせします時報という形。スポンサーとしてはスジャータが有名だが、スジャータの場合は、予報音に当たる部分に、ジングルが流れる。ギフ放送では、時報の前は、時報スポンサークレジットのみ流れ、時報の後に、時報スポンサー CM が流れる。また、キス FM 神戸は、JFN に加入する前には、本来時報を流す、時間帯に、 ミュージッククロックという特定の音楽を流していた。ここに、スポンサーがつくことも売り、英語の時刻告知を伴っていた時期もある。スポンサーがない場合は、放送局名が字をお知らせします時報となる場合が、多い。ラジオでも、J、J-Wave など、後発の FM 局では時報をほとんど流さないつぼねも、多い。ZIPFM ではビープ、音、ピピピ,ピ、ポーンを入れた時報を一切使用せず、 各番組、各放送番組開始前の区切れを中心に、タイムシグナルと呼ばれるものを入れている。通常は、タイムシグナルが使われていて、歌に乗せて、スポンサー名と、堀田和則、開局時から、担当によるアナウンスが入る。例えば3時の場合、タイムシグナルは2時59分30秒から音楽が、鳴り始める。例が三時をお知らせします。と言い終わったところで、 ちょうど3時になる。民放ラジオ局のラジコでもタイムラグが生じるため、各局の設備の都合により、時報を省略する、そのまま流す、代替音を流すと様々で対応が分かれている。NHK ネットラジオラジルラジルでは、440Hz と 880Hz のカットフィルターが作動して、時報音のみが除去される。実際はわずかに、カチ、カチ。 という音が残っている。民放テレビの場合、もともと在京キー局や一部の地域を除いて、時報を流すつぼ根は少なかったが、在京キー局でも、時報を流さないケースが多くなった。これは、特にゴールデンタイムの番組編成で、またぎと呼ばれる毎時54分や57分開始などの、フライングスタートを行う手法が取られるようになった。 ためと、地上デジタル放送が開始されたためである。在京キー局で、アナログ放送終了まで時報音を鳴らしていたのは、TBS テレビのみであった。地上デジタル放送開始後は、放送中継回線の完全デジタル化によって、信号の伝送遅延や不合化遅延、複合遅延が発生し、特に地上デジタル放送の場合は、地域、中継局への伝送経路やテレビ受像の、 線路によって遅延時間が異なるため正確なタイミングで時報を放送できず画面上への時刻表示と共に廃止された。なおアナログ放送での時刻表示については BS アナログ放送の場合は遅延時間をほぼ一定に保つことができ、また地上波では地域拠点局から時刻表示を載せたため中継回線による遅延をほぼ解消しており、このように早めに時報、 時刻信号を送ることで、時報、時刻表示を実現していた。日本の民放テレビ最初の CM は、日本テレビの開局日である1953年8月28日に、放映された成功者、現、成功の正午の時報である。当時の放送関係者の証言によると、放送機材の操作に慣れていなかったため、フィルムを裏返しのまま放映してしまい音が全く出ない。 音無しの状態で30秒間放送されてしまう日本初の放送事故となったフィルムには映像部分の横に音を再生するためのサウンドトラックがありフィルムが逆向きになると音が再生されなかったなお時報音はフィルムと関係なく挿入されたため正確に出たちなみに同日の午後7時の時報は無事に放映されこれが現存する日本最古のテレビ CM である 翌29日の正午には、本来はテレビ CM 第一号になるはずだった正午の時報が無事に放映された。放送大学ではスカパーンとの同期放送を開始するまでは、正時と番組の切れ目とが重なる時及び6時と24時に時報を流していた。これはテレビラジオともに行われていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。